ちらがね、料金所のようですね、こちらのナショナルパークに入るための料金所みたいです。パークエントリーステーションプレペアズストということで、25ドル払うと3日間ね、何回来てもいいって聞いたんですけど、はい、ティケットセールスライトラインオンリー、はい、こちらの方で、ね、ちょっと買いたいと思います。Hi, how are you? Yes, 25. Yes, 25. Yep. 3084. 25 change. Yes. Yep. More information in our cultural segments towards the morning. Yep. Place your questions. That's a bit more on the heat, just staying alive. Oh, okay. And well in the heat. Yep. Especially today, tomorrow. Yeah, another hot day tomorrow. And this is your ticket here. Okay. So when you come through, show your ticket. And that code will swing and open the gate. Oh, okay. Just underneath the machine. If you yep. pop it under there, that gate will open. Oh, okay. It's like a caravan pack. Yeah, just like that. Yep. Thank you. Thanks so much. わかりました。ここでお金払ってね、でここのスキャンのところにこのねバーコードをピッとやると、はい、開きました。はい、ということでね、はい、これでいきたいと思います。はい、25ドルでした。はい、オーストラリアフレンドリーだからね、誰でも話できますね。ちょっと待ってください。ちょっとカメラ、ちょっとカメラ調整しますね。はい、だんだんと近づいてきました。あ、前からモーターホームが来ましたね。キャンプしながらね、旅されてると思うんですけど、この前から来たモーターホーム、はい、こういうのでね、あちこち回ったら楽しいでしょうね。これを右に行ったらカタジュタだ。で、WA ボーダーって書いてるんで、ウェスタンオーストラリアね、西オーストラリア州の境界というか、どっちの方かな。ウォッチフォーワールドライフ。はい、野生の動物に注意と書いてました。さっきね、レンタカー借りた時に、夜に運転しないでくださいって言われました。多分ね、野生の動物が出てきて危ないっていうことと思うんですけど、はい、近づいてきましたよ。やっぱりあれ登るのは危ないですよね。結構急な感じだけど、すれ違う車がね、こうやってもうトヨタランドクルーザー、はい、四輪駆動車ばっかりでね、なかなか普通の乗用車は見ないです。まあ、こちらの方ではもう四輪駆動が当たり前でね、それがないとダメっていうことだと思うんですけど、はい、前の自動車も、はい、四輪駆動です。はい、看板が出てきました。ノーストッピング、ノースタンディングですね。はい、駐停車禁止です。はい、意外とあれですね、なんか砂漠みたいかなと思ったけど、プラントっていうかね、植物は生えてるんですね。近そうで、近そうでちょっと距離がありますけど、まあこれだったらね、1
1日何回でも来れそうですね。あの夕日を見るスポットだとか朝日を見るスポットとかね、いろいろあるみたいですけど、これだともうホテルからねすぐ来れますね。はい、この、ね、窓がね、あのスモーク張ってない窓なんていうか、すごく太陽が強いですね。あのティントウィンドウっていうんですけど、はい、窓ガラスに、ね、張ってないんでちょっと、はい、日差しが強いです。はい、ウルルデューンビューバスサンセット、はい、まあ、僕はそっちまで行かなくていいかなと。なんか SUV とかですね。うわー、なんか大きいな。大きい。これなんかここから見たらね、垂直に立ってるように見えますよ。垂直に立ってるみたいな。エントリー、ここは夕日を見るスポットですね。はい、誰も今は誰も泊まってませんけど、ここが夕日を見るスポットらしいです。これは岩、なんか砂に見えるけど岩かな。もし今行って登っていいって言ったらどうしましょう。行こうか。アボリジニの皆さんのね、神聖なところらしいですけど、はい、そういうところをね、あの来年からはもう登ってはいけないということになってるみたいですけど、すごいな。車の向きがそれてるので、ちょっと方向が外れてますけど、おそらくもうすぐね左に曲がると思う。ちょっと待ってください。はい、ここが、エアーズロック近くのねランダバウトですね。はい、スピード落として左に曲がります。ウルルパーク、ヘッドウォーター、カルチュラルセンター、またキャンプ野郎の車が走ってきましたね。僕はこれを左の方へ行こうと思うんですけど、うわー、すごい大きい。どうやってこんなツルツルになってるんでしょうか。あ、ここがビスターセンターかな。はい、後でビスターセンター行っています。パークヘッドコーターズオーソライズドパーソンオンリー、ね、認められた人しか入れないということで、はい、ついついスピードってことで、自分の車じゃないとちょっとスピード調整がすぐに超えてしまいます。どっから登るのかな、危ないな。うわ、なんかこっから見たらね、垂直に立ってるっていうか、もうスキーに行った時にあの 急降下していくような、どうやってできたんかな。うわー、でかっ。
Hockey. This is huge. Wow. Unbelievable. This is very big. Huge. もう壁、垂直の壁。すごいぞ。何これ、小学校でもないのに子供渡ります、看板があります。うわーすごいな、どうなってんの。なんかあの落石もあるみたいでね、はい、歩道が今クローズド、はい、あの閉鎖されてました。ビュってここをこうやって僕が安定した時もね、上から崩れてくることもあるかもしれない。ちょっとね一周してみましょうか、どうなってんのか。はい、あそこにバスがあったから真似して止まろうかな。はい、reduce speed、スピードを落とす。ちょっとスピードハンプがあるんで減速。20キロ。どんどん。あ、こっから登るの。あ、こっから登るのか。はい、鎖がついてます。鎖がついてるわ。はい、ちょっと、ね、曲がります。ここが登るところだ。あ、ハイキングコースもあるのか。ノーエントリー、今日は閉まってるみたいです。ノーエントリー、ちょっと外にね、おります。はい、来ました。ここがエアーズロックの登るところです。結構ね、暑いです。結構暑いで、右の方に見えてますけど、もうほとんど断崖絶壁、これは危ないわ、登れてもね。はい、ノーエントリーペナルティーアプライだから、まあ入ったらダメだと、罰金払わすよっていうことでね。セキュリティのカメラもついてるようです。はい、入ったらダメということで、はい、あそこのチェーンを掴んで登るっていうことですね。はい、ノーウォーカークライマーズ、クライムクローズ due to forecast 36 degrees or above。 まあ今日は暑すぎるからダメってことですね。風はそんなない感じがするけど、ああいいところに飛行機が来たわ。はい、エアーズロックの上をね飛行機が通ってます。はい、ここをね遊歩道で、ここずっと歩いていけるんですけど、はい、Please do not climb. This is our home. はい、ウルルに登らないでください。なんか他のね、言葉も入れていろいろ書いてますけど。For your safety, the climb is closed. 今日はもう、ね、36度以上だからダメっていうことですね。はい、まあ安全のためなんでね、観光に来てしんどくなったら意味がないから。なしにしときましょう。うわーすごい、でもあれ、 あそこからチェーンを伝って登っていくっていうことですね。はい、 Help protect the vegetation, remain on the track。 まあこのね、決められたところだけ歩いてくださいねっていうことで、はい、これはすごい。 Uluru walking tracks。はい、説明がね書いてます。 You are here。 今現在地ここ、はい、マーラウォーク、どこ、あ、これか、こ
こまで行って帰ってくるのは 2km で 1.5 時間ぐらいってこと。はい、ちょっとね、今何時、3時半5時、ちょっとね、ちょっと暑すぎるからもっと朝早く来ないとダメですね。はい、向こうはねバスが来てましたけど、バス帰っていくみたいです。はい、こちらの方の看板は何かな。はい、なんか説明が書いてますね。すごい、もうこの石ころ、もう上まであれね、チェーン、よくチェーンも打ち付けたな。はい、ちょっとね、ちょっとというか、かなり暑すぎるので、ちょっと一旦ね撤退します。これすごい、日焼け止め塗ったけどじりじりくる感じです。ちょ、顔にも塗ろう。このね、登るところから見ると、左側っていうかね、左側の側面みたいな感じのところに来てるんですけど、すごいな、こんな塊がね、どうやってできたかわかんないですけど、はい、後でビジターズセンターの方でね、確認してみたいと思います。これもね、太陽の当たる角度によって色が変わるっていうことでね、皆さん、まあ、ご覧に なられる時間も変えたりして、すごく楽しまれてるみたいで、またレストランね、もうこう騒音のないところの屋外のレストラン、199ドルって書いてましたけど、そういうところで食事をするとかね、ちょっと変わった思考のイベントもあるみたいです。はい、もっと早く走りたいんですけどね、60キロ規制、オーストラリアはちょっと超えたらもうすぐ捕まってしまうので、はい、ルールにのっとってね行きたいと思います。はい、ちゃんとね、これでも左側もこの杭を打ってロープを通して、歩くコースにしてるのかな、多分ね、歩いてもいいですよっていうことにされてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、だいぶとね、先ほどの登山道から見てるところの反対側方面の方へ回ってきました。今度は影になってね、見にくい感じですけど、またこちらの方がね違う感じですね。これはいつからあるんでしょうか。なかなかね、僕も2003年から住んでますけど、なかなか来たことがなくて、今回初めて来たんですけどね、今度は次はいつ来ることか、そんな風に思いながら見てます。すごい、そこはちょっと水が流れてるみたいですね。はい、天気予報によるとね、晴れなんですけど、たまになんかすごい雨がね、豪雨というか、降るみたいなことがね書いてありました。
どれだけ大きいんですかね。かなりの、ね、大きさがあると思います。はい、その目の前のところのランドアバウトで一周してきたのかな、多分まだかな。看板がありますね。はい、カルチュラルセンター、ね、そちらの方に行ってどういう風にしてこういうものがね出来上がったのかちょっと確認してみたいと思います。はい、ということでちょっとね遠ざかっていきますけども、はい、カルチュラルセンターっていうところでね、歴史とか勉強できると思うのでちょっとそちらの方へ行ってみます。